れ。すごいアナログですいません、あの上には用出しません。はい、いきます。さっき出てきた劇のマルチンさんのお仕事は何でしょう。はい、三択です。待ってください、落ち着いてくれ。1番靴屋さん、2番パン屋さん、3番カフェの店員。さあ手を挙げてくださいね。いくよ。1番でどう思う人。おーおーおー、あれ大人の人は1番と思ってないことですね。はい、 OK。 はい、2番パン屋さん。おお、何人かいるね。あ、3番カフェの店員さん。はい、あ、うちの牧師も手を挙げてくれてます、ありがとうございます。お、あ、さっきのカフェだったよな。はい、はい、ではいきます。正解は1番靴屋さんです。イエーイ。ごめん、何も景品ないで。はい、ね、はい、次第2問。靴屋のマルチンさん、ある人が訪ねてくるのをとても楽しみにしていました。さあ、その楽しみにしていたのは誰でしょう。まだ3択です。もう行くで。はい、1番デレン、サンタさん。2番、いやいやいや、サンタさんじゃない、トナカイ。いやいや、3番イエス。はい、はい、早いね。よしね、はい、じゃあ、そうか、多分大人の人は違うサンタさんということで。はい、行きます、手を挙げてください。はい、1番サンタさんの人。いいね、5万人ぐらい手を挙げてますね。はい、はい、2番行きます、トナカイ。はい、実はここでこっそりうちの牧師が手を挙げております。はい、ではいい子に聞くよ。3番のイエス様だと思う人。おお、1億人ぐらい手を挙げてますね。ありがとうございます。はい、では正解見ます。せーの、3番イエス様です。イエーイ。わー、なんかね、みんなに景品用意しときゃよかったなって言いながら後悔します。はい、じゃあマルチンさん、イエス様待ってたよね、ここで。さあ、みんなイエス様ってどんな人だったと思う。私がイエス様、偉い、何でも願いを叶えてやるぞ。
イエス様はね、そのような姿でマルチンの前に現れました。さあみんな、クリスマスって何の日か知ってる？何の日か知ってる？うん、12月の24とか25やな、せやな。そう、実はクリスマスっていうのはこのイエス様が今から約2000年前にお生まれになったことをお祝いする日です。さあイエス様、俺がイエス様みたいな風に生まれてきたのか。ヨボヨボだけどイエス様じゃ、生まれてきたのか。え、マルチン、見た目にかっこよく生まれてきたのか。実はイエス様はそんな風にはお生まれになりませんでした。知ってる人もいるかもしれないけど、小さな小さな赤ちゃんが生まれてきました。しかも高級な産婦人科で生まれたわけでもありません。高級フランスベッドで生まれてすぐ寝かせてもらったわけではありません。薄暗い家畜小屋、牛やロバが餌を食べていた貝羽桶の中に寝かされました。イエス様は決して、俺イエス様みたいな感じでこの世にはお生まれになりませんでした。しかしそんなそんな小さな弱いものとして生まれてきたイエス様、守ってください。あなたの誕生は
お祝いいたします。感謝します。この祈りをイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。